皆さんこんばんは。アップデートも近いということなので、今回はアップデートまでにやっておくべきこととやるべきではないことということについて紹介していきたいと思います。まあ、アプデに備えることってことで進めていきます。5つ目ですが、週ボスです。アプデで毎回機構が更新されるんですが、週ボスを3回倒すというものがあります。ですので、たまに週ボスを倒さない方がいいって話もありますが、戦うだけなら何度でもできるんで気にしなくてもいいかと思います。で、注意点はそこですか？家 2.5 では、稲妻で2体目の週ボス、雷電将軍みたいなやつが追加されるんで、週に3回まで樹脂消費を半分にしてくれるやつを適用したい場合は2回までに留めておくのがいいかもねって感じ。まあ、自分みたいに週ボスは毎回全部倒すような人は気にしなくてもいいかな。週ボスを最低限しか倒してない人は、ご注意って感じでした。はい、こちらも機構の内容関連ですが、評判任務。こちらは取り返しのつかない要素です。アプデ前に今週分をやってしまったら最初の週は諦めるしかありません。ですので、今週分の評判任務は、討伐も住民リクエストもアプデを待つことにしましょう。で、こちらも機構関連、あんまり気にする必要はありませんが、機構で童貞コインを1000枚受け取るというのがあるんで、すぐにクリアしたい人は1000コイン残してアプデすること。で、ホラ1000貨の週間交換商品に流浪者の経験を追加しました。新たな調度品有利装置車砲8節、外形盤石費用バッコ。さらに、専用玉絹と呼ばれる壺内のオルゴールで使える、玉を増やせるアイテムが今回も追加される可能性があるので、3000コインほど残しておきたい感じもありますね。あと、機構で毎週家具を10個作らされるんで、5個適当に作成状態にしておくと、アプデ後スムーズにいけるかと。今回は生物秘境追加されないから、刹那樹脂はあんまり気にしなくていいかな？あと、射砲8節はスピーディーテンポみたいなよくわからん遊戯家具の追加じゃないことを祈ります。で、新キャラが出る、つまり調度品セットにラインナップが追加されます。で、今のところ対象キャラが1人で、八重美子が追加される可能性が高いのは神社と室内の机セットかと思います。まあ、全部作れるようにしておいて損はあるかもですが、調度品セット限定ボイスを聞きたい方は用意しておきましょう。ちなみに、神社セットはこれです。追加の神社というセット。軍事演習場は、あやとがワンチャン追加と思ってる。で、机セットはこれのことですね。八重美子は読書家なのでココミと同じこのセットかなって。続いて、2.5 で来る任務の前提任務についてです。はい、まずは演歌の宮の新マップイベントです。魔人任務は2章2幕だから完結の1個前までのやつまでって感じかな。ストーリー的には雷電将軍と戦った後、あたりまでですね。それから、世界任務エレボスの秘密ですが、世界任務竜蛇堂宮試練記クリア後に、3カ所に鍵門を入れて手綱を手に入れる任務があったと思います。それをクリアって感じ。ビショップ3匹20秒、30秒のやつかなりきつかった思い出。まあ、一通り世界任務はクリアしておきましょう、って感じでしょうか。続いて、マリオメーカーですが、スタートがそもそも3月2日で結構先。で、世界任務も1章3幕なので、リュエ編クリアまでです。久々に参加条件緩くて好感持てました。以上。続いて、伝説任務、稲妻の魔人任務全部クリア。で、その後雷電将軍の伝説任務1章をクリアしていれば、雷電2章矢印八重美子と伝説任務が順番に解放されるみたい。まあ、魔人任務クリアしていれば、問題なさそうだね。続いて、探索マップが増えるということなので、スタミナ料理を作っておくことをおすすめ。人によっては必要ないかもですが、自分は探索は料理ゴリ押しで回復するんで、今のうちに料理して準備しておきます。で、一番おすすめなのが、茂雲のオリジナル料理です。というか、スタミナ回復をする料理は300秒に1回しか使えないので、できるだけ効果が大きいものが望ましい。ということで、一番スタミナを回復できる茂雲のオリジナル料理ということです。あと、塩化の宮は落下する場所が多いんで、スタミナ回復料理はマジで持っておいた方がいいと思う。はい、ということで育成素材の準備です。突破素材はすでに判明しています。特産物は海霊石で168個必要になります。で、素材必要数は左のかけらから、小さいやつから 1.9、9.6 個必要になります。で、剣の唾ですが小さいやつからレベル上げに必要な数は、18、30.36 個必要になります。で、ボス素材、アビサルビシャップの素材ですが46個必要です。それでは、添付素材について、下の段に行って、添付本は転校、小さいやつから9、63.114 個必要になります。ですが、7以降は新州ボス雷電将軍のドロップだと思うので、金本は今からそこまで準備しておく必要がないかも。まあ、素材が水曜日なので、当日の素材集めの参考にでもしてくれれば嬉しいです。添付に必要な剣の唾の数は小さい方から、18、66.93 個必要になります。経験値本と必要モラですが、レベル上限までは、大英雄の経験 ×421、209万、2530モラ約210万。添付マックスまでに必要モラは、495万、7500モラ約500万です。ということで、八重美子の素材についてでした。続いて武器素材について進めていきます。続いて、武器のコーナー、八重美子のモチーフ武器の素材ですが、水土比の素材で 5.14、14.6 個必要です。こちらも、水曜日なので今からだと情報遅かった。はい、ウェルプとか狼の素材は、小さい方から23、27.41 個必要になります。で、最後のフライムの素材は、小さい方から15、23.27 個が必要になります。仕上げ用魔鋼、一番高いレアリティのやつだけだと、1から90までに910個必要。モラは、43万、6478モラ、必要になります。続いて、イベント放棄、産後は、月地比。で、狼素材は、15、18.27。フライム素材は、10、15.18 です。魔鋼607個、29万、2648モラが必要になります。ちなみに万眼血6の素材は、至近日に取れる理由への団子みたいな素材。雷形術師の素材、宝刀弾のコインが、突破素材になります。で、最後に、塩化の宮の探索を今のうちに終わらせておくと、いいかもねって感じです。八重美子狙う方が多いと思っているので、今のうちに原石回収的な感じです。あとは、アプデもメインのイベントに集中できるとか？とりあえず、動画が完成したら、自分は塩化の宮の探索を 100% にはする予定。ということで、原神の 2.5 までにすること9000でした。皆さんいかがだったでしょうか？ということで今回はここまでになります。もうすぐアップデート、楽しみですね。アプデも情報更新するつもりなので、登録・高評価よろしくお願いします。それでは、さようならだぜ、じゃあの。